とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園 YYY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。ついに、アップデート、来ましたね。怨念ミッションを、やるにあたって、まずは、エンラ先生に話を聞かなきゃいけないみたいだね。行きましょう。ねえ。ねえ、あなたたちに相談があるんだけど、よかったら話を聞いてもらえないかしら、いいですよ。どんな話なんだい？あ、クエストなんだね。経験値2万、まあまあだな。はい。で、実は深刻な問題が起きていてね、これまであなたたちが倒してきた様々な怨霊やエイリアンたち、彼らの怨念が校舎に集まっているみたいなの。どこで受けるんだろうね、怨念クエストって。校舎の横かな？しかもこの怨念は、妖怪ヒーローに倒された恨みからなのか、一時的に変身能力を奪うという、それは知ってた。厄介な力を持っていることが分かったわ。なんだって もういいね。もういいね。とりあえず行こう。はい。まあ、いいから、その、クエストどこでやるの？全然余裕。全然余裕で倒してやるから。どこ？ナビをしてもらおうか。横かな？やっぱり校舎の。ここか。やっぱりここだったね。これだ。牙を剥く怨念の化身。他は、あ、ないね。煙獄クエストがあるかと思いきや、煙獄はキャンプファイヤーだけっぽいね。はいはい。まあ、行ってみよう。牙を剥く怨念の化身。難易度は11か。大したことなさそうだね。はい。この三人か。怨念三拍子。ああ、これは、ツイッターで見たことあったぞ。弱弱全然全然。いや、これ全然あれでしょ？ 4 人でいけるんでしょ？こんなとこって。ねえ。4人で、これ楽勝すぎるぞ。弱すぎる。まあ、5区だったら、若干なりとも強いんかな。おお、おお、びっくりした。何？あ、攻撃でしょ。もうまあまあそんなもん、なんでもないっすよ。240、マインドトラベルするな。マインドトラベル鬱陶しいからやめろ。めちゃくちゃ弱い。むちゃくちゃ弱い。まあおそらく、あ、いやいや、超クエストとかはあるだろうけど、まずは、エンラ先生に、報告かな。 やっぱり勝手に戻ったね。よくやってくれたわ。楽勝だぜ。で、どうなの？新しいクエスト出るんでしょ？今後警戒しなければな。あれ？でもちゃんとやっつけたよ。おい。いや、そんなことないよ。蝶や極もいるんだからね。怨念生まれ続けるんだろうね。はい。どうやら怨念の発生そのものを止めることはできないみたいなの。マゼラギガースはここで出てくるか。やはりか。ね、それに今は変身能力を奪った影響でヒーローの姿をしているけど、今後はそうとも限らない。結構いっぱいいそうだね。結構いそう。強烈な怨念を残して倒れていった敵は、元の姿を保ったままより強力になって私たちの前に現れる可能性が、あ、今までのボスキャラは怨念のボスキャラで出るのか。え、言うなれば怨念ボス。ああ、そういうことか。大変だ。おいおい、マゼラボルトとかそういうのもいるんだろうね。ジンペイ君、どんな敵が現れたって俺たちなら問題ないだろ。相手がすげえ強いならさ、俺たちももっと強くなればいいじゃん。その通りだ。ジバの言う通りだ。うん、もうレベルもね、上限解放できそうだしね。1000まですぐ行く人いるんだろうな。俺はちょっと時間かかると思うけどね。わかった。ありがとう、エンラ先生。はい。じゃあちょっとクエストボード見に行きましょうか。どんな感じになってる？
どうもかなりいるみたい。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10体。10体いて、多分、これそれぞれに、超と、極がいるんでしょ。受けれる場所は、別々っぽいけども、とりあえず、一個やってみようか。超クエストとかそういうのが出てくるかわかんないからね。シャドウサーカス行ってみましょう。変身できないんだよね。うん。あ、俺、これソロで来てるけど、別に、あれだよ。4人で来てもいいからね。多いな、多い。めちゃくちゃ多いな。多すぎるやろ、お前たち。おっと。でも、レベル343。大したことない。うん、即倒しちゃうよ。おっと。でもこれ普通だと結構辛いかもしんないね。うん、必殺技も結構使ってくるし、若干きついのかもしれない。でも、あれだね。倒す順番とかをしっかり決めていけば余裕じゃない？うん、1体ずつに攻撃を集中させていけば全然倒せるし。何今のシンドーベルのウェーブみたいなやつをしてきたんだけど、ちょっとワイルドボーイから行くのかい。わお、いいね。今まで自分が使ってた必殺技を相手が使ってくるってなかなか面白いよこれ。はい、ワイルドボーイ撃破。おっと、普段なら全然使わないミスティックダッシュも、ここだと結構きついかもしんない。うん。これ、ヒーローを倒して必殺技出るから、もしも僕クエストまであるようだったらば、もう必殺技集めも、超楽になるね。あ、出た。超が出た。うん。これ、極まで来るね。わかりました。とりあえず、怨念ミッションは、結構難しいと思う。極になったりすると。でも、美味しいクエストみたいなんで、これはやっていきましょう。はい。まあ、またね、どんどん進めていって動画出していくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そういや。